内線駅周辺の航空写真内線駅は山梨県南駒郡南部町内線にある東海旅客鉄道見延線の駅である。旧南部町の中心部に近い位置にある特急富士川を含むすべての列車が停車する。島式ホーム一面二線を有する地上駅。線路はほぼ北西から南東に走り、駅舎は線路の南西側に設けられている。乗り場は 駅舎側から一番線、二番線で、一番線に、甲府方面の列車が、二番線に、富士方面の列車が発着する。当駅は側線を3持ち、うち1本が一番線の西側に、もう2本は二番線の東側にある。東側にある側線のうち1本は、構内のより畑方で本線から分岐して、海洋島方で途切れているが、 他の日本は当駅の寄り旗方で本線から分岐した、あとそのまま海王島方で本線に合流している。ホームの寄り旗方の橋は緩やかな坂となっており、これを下ったところから駅舎へ一番線の線路と側線一本を越えて構内踏切が伸びている。駅舎は1967年3月地区のコンクリート造り2階建ての建築物で内部には 締め切り可能な待合室がある。2階建てではあるが、コンコース部分は吹き抜けとなっており、大きな窓を持つため内部は明るい。比較的大きい駅舎で、駅周辺も商店等が立ち並ぶような立地にもかかわらず、1999年4月から無人駅となっており、駅舎の内部にある窓口は塞がれ、待合室には売店があったがシャッターが閉じられている。身延駅管理。 無人駅のため、特急列車、車掌乗務列車に乗車の場合は、車内で乗車券類を購入する形となる。ワンマン列車の場合は、整理券を取り、下車駅、または乗り換え先の列車内で生産となる。2011年9月21日に上陸した台風15号の影響で当駅から海王島駅の森土が崩壊したのをはじめ、各地で土砂流入や倒木が発生した。 同年11月14日にうち、船駅から南側が復旧したが、森土崩壊箇所は依然復旧作業中であったため、当たり駅で折り返しを実施し、伊北はミ延ブまでバス代行の措置を取っていた。そのため完全復旧まで以下の措置が取られている。その後2012年3月17日に全面復旧したことから、夜間停泊は廃止され、停車ホームも通常通りに戻っている。 内線も、山小駅前は、整備されており町営バスやタクシーの乗り場があるが、バスの本数は少ない。タクシーの配車数も少ないが、南部タクシーの営業所が近いので電話をするとすぐに、迎えに来てくれる場合も多い。駅周辺には、南部市由来の施設や、温泉施設、南部の湯、南部町役場南部分庁舎、南部町立境小学校、南部自動車教習所があり、 駅の西には思えをや山や東海自然歩道などのハイキングコースとなっている。内線地区に人家があり、商店もあるが、駅の北西300メートルほどのところにある南部橋で富士川を渡ると南部の市街地に出る。南部町立南部中学校や南部警察署はそこにあり、さらに東へ行くと十枚山や笹井山の登山コースがある。駅前を みの線や藤川に沿って走る道路は、県道10号で、みの町から、藤宮市にかけて、藤川東岸をじゅする。特急、藤川の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。東海旅客鉄道 CC みの線、よりはた駅マイナス内線駅か大島駅。ありがとうございます。